キューマだ。じゃあメンバーを紹介しよう。奥から設楽、よろしく。生物学的な必要性はない。ありのままの自然体こそが人間のあるべき姿なんだよ。俺たちはこの国の国民だよ。誰が運転するか、せーので言ってみる。じゃあ指さして。指さす。せーので指さして。オッケー。俺はこのメンバーのリーダー。ゲームは俺たちが作った。ちなみに発案者は彼。では始めようか。これから俺たちが勝負。ルールは至ってシンプル。そう、つまりこのバトルは点数が見えない中で行われる一か八かの真剣勝負なのさ。そしてこのゲームは複数でのバトルも可能だ。勝てばそれぞれに500点が分配される。さて次はアイテム。ここに並べられた無数のコンテナの中に6個のアイテムが隠されている。1万点もらえちゃう。死ぬ。以上がルール。点数配分が決まったらゲームスタートね。この世界こそが真なる世界であり、ゲームは真の対話だ。裸の魂で全力で対話しようぜ、アリス。アリス、君はとても強い目をしてる。強い覚悟を持った目だ。だから不思議だよね。そんな君が何を今更悩むことがあるの。さあやろう。今日死んじゃうかもしれないんだぜ。俺も、俺の仲間も、もちろん君たちも。アリス、だったら悔いのないようにやりたい。死ぬならちゃんと戦って死にたいじゃん。だ、両チームの間に負けたか。俺にとってチームの連中は生死を共にする対等な仲間なんだよ。俺のこと少しは知ることができたかい。ノーで言い合いっこしてみる？いいよ。そうだよ、これは命がけのゲームだから誰が死ぬかは君が決めなよ。バンド仲間だった。汚いアパートに一緒に寝泊まりしてさ。あの頃はライブに命かけてた。小さいライブハウスだったけど楽しかったな。忘れないでくれ。これは命がけのゲームだ。君の生き様を見せてくれ。俺たちのことよく分かってんじゃん。無効状態か。いい作戦だったよ。でも君たちも終わりだ。残りのアイテムを見つけてももう届かないよ。散歩でもしてくるかな。なんで14,950点。何の手品。
君の方がよっぽどぶっ壊れてんじゃん。結局負けるのは俺たちだったか。アリス、頑張ってよ。こんなゲームで出会ったからこそ俺たちは分かり合えたんだ。早く見つかるといいね。誰かの真似じゃなく、君にとっての本当の生きる意味が。心からそう願ってるよ。一つの後悔もない。理想的な人生だ。